用意するものはビニール袋です。ビニール袋の中に皮付きピーナッツを入れます。ビニール袋のまま皮付きピーナッツを揉みます。続いてペットボトルに切れ目を入れます。反対側にも同じように切れ目を入れます。ペットボトルの上の方も切れ目を入れます。先ほど袋に入れて揉んだピーナッツをペットボトルの中に入れます。掃除機をペットボトルの飲み口に挿して、あとはスイッチを入れます。どうでしたか？皮付きピーナッツの皮をあっという間に取ることができましたね。くれぐれも掃除機は綺麗な掃除機を使ってくださいね。それでは次回もお楽しみに。